大阪大学行ってみたいと思います。本日の長文の設問形式なんですが、熟語の問題、単語の問題、そして内容一致問題はですね、他の大学でも対策が図れるかと思うんですが、記述説明ですね、まあ、これは大阪大学ならではでございますので、これは使ってみたいと思います。ただ、皆さん4問やってると、これもちょっと皆さん多分飽きると思いますので、3台頑張っていただけると勉強になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、第1段落でございます。一読をお願いいたします。さあ皆さん、一つ目の記述説明問題でございます。皆さん、第二段落の中にですね、該当箇所ありますので、皆さん、この段落ですね、一読をしていただいて、答えを出していただけるとよろしいかと思います。で皆さん、設問指示にですね、具体的論拠という話がありましてですね、で皆さん、ご存知かもしれませんが、このダッシュですよね。皆さん、ダッシュは、皆さん、この左側の具体例をこう右側に展開する。そういう働きを持っておりますので、皆さん、この下線部引っ張ったところですね、これは皆さん、50字以内でまとめていただけるとよろしいかと思います。サムさん、該当箇所を抜き出してみました。コックローチスということです。皆さん、まあ、これはゴキブリですよね。で、Have been around a lot longer ということで、皆さん、アロットの右側に比較級ございますので、皆さん、有名どころで言うと、皆さん、マッチと言い換え可能なものですね。ですから、はるかに長いということです。で、ザ・ヒューマン・ザ・ハブということですから、まあ、人間、まあ、人類よりもはるかに長い。長い間、まあ、そこら、もうそこかしこにですね、おりましたよということですね。ですから、皆さん、問題とこれでございます。ゴキブリは人間、人類よりもはるかに長く、そこら中におり、もしくは、生息してきたし。そして皆さん、後半です。メイウェルサバイブ、アフターウィアーゴーンということで、我々人間がゴーンですね。いなくなったと。まあ、もちろん、絶滅したというふうに書いていただいてもいいかと思いますが、絶滅した後にもサバイブですかね。生き残るはずだ。まあ、当然生き残るね、というような論拠というふうに締めていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、下線部 B ですね。これにまつわる設問がついておりますので、皆さんもこのタイミングで考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、設問の指示にですね、科学者という話が書いておりますので、皆さん、この下線部の下にですね、ちゃんと皆さん、サイエンティストという話があるんですね。ですから、皆さん、そこさえ分かれば、あとはその右側ですよね。それを皆さん、書いていただけるとよろしいかと思います。皆さん、あとですね、設問の指示に日本語で簡潔にという話がございますので、この下線部のところが最低限欠けてあれば大丈夫かと思います。さあ、該当箇所でございます。これあたりですね、Children and Animals are Defective Adult Humans ということですね。ですから、まあ、子供と動物は、Defective ですから、欠陥のあるとか不完全な。で、皆さん、アダルトヒューマンズですね。人間の大人であるということですね。まあ、大人というふうに書いておけば、まあ、それは人間だというのはすぐわかりますので、一応、括弧しておきました。こんな感じで皆さん、ご自身の回答と見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、次の段落でございます。皆さん、念のため、一読をお願いいたします。さあ、皆さん、次の段落でございます。皆さん、クーラン B には、アットが入りますからね。で、空欄 C にはアップが入りますからね。ちょっと皆さん、そのあたり考えて一読をお願いいたします。すみません、下線部 C でございます。皆さん、説明の指示をよくご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、今見えてるところでですね、答えが見つかるかと思いますので、ちょっと皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、該当箇所でございますが、皆さん、ここにですね、these という表現が書いておりますので、皆さん、これはまあ、もう直前を指しているはずですよね。で皆さん、もう一つ、設問の指示にですね、2種類の動物と書いておりますので、この四角で囲ったところですよね。これに皆さん、該当するかと思います。ですから、そこを中心にまとめていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、注釈がちなみにありましてですね、これですね、白アリがくっついておりますので、これも参考になさって考えていただけるとよろしいかと思います。
サムさん、一つ目の動物でございます。まあ、サムクローズということで、皆さん、クローが皆さん、垂らすというのは、できれば知っておいてほしいなという感じがいたします。で、そのカラスがメイクエラボレートトゥールズということで、手の込んだ、もしくは精巧な道具を作り、そして、シェーピングブランチーズ、枝をですね、形変えるんですね。それはポインティットですから、尖らせますよと。それらのために、程度、ターマイトエクストラクションデバイスということで、皆さん、ターマイトは皆さん注射ついてますね。シロアリ。で、それをエクストラクションですから、引っ張り出す。かき出すんですよね。まあ、そのために、まあ、ポインティットということですから、尖らせるという感じで皆さん、一つ目の動物、こんな感じでよろしいかと思います。サムさん、二つ目の動物でございます。A few Japanese monkeys ということは、まあ、日本猿ですよね。で、その日本猿が learn to wash sweet potatoes ということで、まあ、これですね、さつまいもを洗い。そして、and even to dip them in the sea, to make them more salty ということで、このあたりですかね。塩味を一層つけるために、ディップするんですね。海水に浸しますということです。そして、past that technique onto subsequent generations ということで、皆さん次の世代にですね、その技術を伝えるということですね。皆さん一応、past うにゃうにゃ onto で熟語でもありますからね。で、皆さんこの、このあたりですかね、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、この1行目とこの2行目、このあたりまでかけてあればですね、十分合格点がもらえるかと思います。で、後半はですね、今一応綺麗にまとめておきますので、ちょっと皆さんこれで参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん記述説明問題中心に行きましたが、皆さん正解となる場所を見つけるのはですね、そんなに難しくないんじゃないかなという感じがいたします。ですから、皆さんもうやっぱり和訳力ですよね。で、もちろん大阪大学の過去問も皆さん頑張ってやるかと思いますが、京都大学もですね、非常にいい練習の場となるかと思いますので、ちょっと皆さんこの後にも参考なさっていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では、ヤダッチョスタディ明日以降もよろしくお願いいたします。